皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は独譜しちゃうの中級編ということで、簡単に言うと、楽譜読めるようになっちゃうぜ、イエーイという感じのコンセプトに基づいて作られております。で、この動画は5日目、5本目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方は、1本目の初日の動画からチェックをしていただけると嬉しいなと思う次第でございます。それでは最後、早速行きましょうか。5日目でございます。最終日です。書き換え練習って書いてありますけど、要はテストです。もうまとめですね。この練習問題をバーッと解けばですね、絶対に基本が見えてくると思いますので、今までの知識をですね、ぐわっと集結して乗り越えていただけると嬉しいなと思う次第でございます。で、こっちに、拍子の方に書いてもいいですし、下段の方に書いてもいいですし、どっちでもいいです。書きやすい方で、何枚も何枚もプリントして、何回も書いてもいいと思いますし、同じ問題でも。そんな感じで、皆さん その都合に合わせて臨機応変にやってみてください。で、ついでだから楽譜の書き方をちょっと一緒に練習したいと思います。楽譜の書き方ですね。楽譜の書き方。まず、トーン記号を書いてみましょうか。トーン記号。書ける方ってどのくらいいらっしゃいますか、トーン記号。トーン記号ってあれですか、こういうやつです。一緒にできるようになってしまいましょう。もっと、ね、10回くらい繰り返して書けば、なんとなくそれっぽいトーン記号が書けて、うわ、俺、音楽やってる人っぽいわーっつってこう、ね、ちょっとホクホクすることができるので、一緒に練習してみましょうか。まず、この五線譜の2段目。下から2本目の線からスタートです。ここです。ちょっと黒く丸しましたけど、黒く丸しなくていいです。黒く丸しなくてもいいです。これがスタート地点です。ここのスタート地点から、この真ん中の線すれすれのところをこういう感じで、丸を描くような感じで、くっと触れていきます。で、下のほうはこの下のラインにこう沿うように、こう丸を作っていくわけですね。で、スタートラインの外側から右側に、こうずれていきます。で、ずれていったら、てっぺんを目指します。てっぺん。真ん中のてっぺんです。で、てっぺんまでいったら、そのまま真ん中にストーンと落としましょう。で、適当なところで左側にこうクリッといって、まとめる。こんな感じです。もう一度。2本目の線からスタートして、真ん中の線をスレスレのところに丸を持ってきます。で、下の線のところのスレスレに丸を作って、スタートラインの外側をくるーっと沿っていって、右側に反れて、で、一番上のてっぺんに、頂点にいて、ストンと落とす。そして、適当なところで回る。こんな感じです。何回も何回もここ書いていけば、なんかこうコツみたいなのがつかめてきて、こんな感じか、こんな感じかといけるようになりますので、ちょっと練習をしてみてください。で、ここのトーン記号は楽譜の五線譜の一番左側に書きます。ちょっと五線譜があったとして、トーン記号がありますよね。なんじゃおりゃトーン記号がありますよね。で、この全体的なラインの中にこう3本線を入れていってください。まず右側に1本バッと線を引きます。1本で大丈夫です。1本シャッと。で、なんとなくこう目分量でいいので、ここからここまで、トーン記号の、ね、ちょっと右側から一番端っこまで、この辺かなというラインに真ん中に1本線を引くんですよ。で、さらにここのライン、なんですか、トーン記号の右側からこの線まで、半分くらいこの辺かなというところで線を引く。半分くらいこの辺かなという感じで線を引く。そうすると、うまく4小節に分けることができるので、まずトーン記号と線を書いてしまうということです。音符を書く前にトーン記号と線を書いてしまう。で、ここから、これはちょっと狭いですけれども、いい感じにこの中に整理をしていくわけですね。例えば、タカタンタンっていう音符型とするじゃないですか。これ、極端に悪くやると、なんかこれちょっと分かりづらいですよね。なんかこの音符の位置から判断して、なんかこれ、タカタンじゃなくて、なんかタンタカっぽく見えません。こうならないように気をつけるということですね。タカタンの場合とタンタカの場合、なんかこの音符の位置、僕はいつもこうです。今回、いつもというか、今回はこのスラッシュで書いてしまっているんですけれども、この音符の位置に気をつけていただけると読みやすい楽譜が書けるかなと思います。でも、この辺は何回も書いて、ね、経験を積むしかないので、意識をしておけばいいかな程度です。で、さらに、そのスラッシュ記号、リズム記号をやってしまうんですけれども、音符の書き方です。まず先にこのスラッシュを書いちゃいましょう。例えば、タカタンを書く場合、タカタン3つ書きます。スラッシュをポンポンポンと。玉で書きたい人は玉で書いちゃっても大丈夫です。こんな感じで。で、
もう先に頭にこう線を引くわけですね。縦線を。そしてここから右側にずれて、囲うべき右側の玉のスラッシュのてっぺんまで線を持ってきます。で、ここからストーンと落とす。で、真ん中にこう線を加えて、横線を加えて完成という感じです。こうね、順番に。なんてやっていくと、結構いびつな形になってしまうので、普通にまず玉を描いて、線を描いて、囲って、真ん中で横線という感じで描いていくと良いかなと。まあ、この辺は、この5本の動画内で僕はたくさんホワイトボードに音符を書いていったので、その書き方を真似していただけると、いろいろと発見があるかなと思います。よければそちらもチェックしてみてください。ちょっとごめんなさい、余談が長かったですけれども、書き換え練習の方、スタートしてみましょうか。まず1個目と、丸1と丸2。これに関しては、バラバラになっている音符を合体させましょうという問題になっております。少しだけやってみます。1番、8分音符が3つ。で、8分9分。8分音符が3つ。8分9分。8分音符しか使っていないときは、2部屋あるという考え方でしたよね。2部屋。いい感じに、この音符をどっこいせい、どっこいせいと、青。どっこいせい、どっこいせいとまとめていくわけです。で、答え書いちゃうと、まあ、これですよね。そうすると、一部屋の中でうまくまとめられているし、部屋もまたいでいないと。部屋にこうくっつけたりとかしたらダメです。そんな感じで、部屋の数とかを気にしながらやっていただけるとよいかなと思います。一応、丸1番はそのシンプルに2部屋までしか考えなくて大丈夫です。で、2番に関しては、まあ、16音符が出てくるので、4部屋まで最大増えるかなということでございます。ちょっとチャレンジをしてみてください。で、うまくできたら答え合わせの方もしてみてくださいませ。3番、4番に関しては、その部屋数の解釈を間違えているとか、ちょっとおかしいところがありますので、直してくださいという感じの問題になっております。例えば3番、1番左側の問題に関しては、こうなってますよね。8分音符しか登場しないときは、2部屋に分けるというルールなので、ちょっとこれだとおかしいと。ここは渡っちゃいけないんですよね。で、ここがくっつけなきゃいけない、ここがくっつけなきゃいけないというルールになっておりますので、正しく直すと、まあ、こういう形になるかなという問題になっております。これを下のほうに書き写すという問題になっておりますので、ぜひともやってみてください。まあちょっとね、難しいところというか、慣れないところもあって、間違えたりとかしちゃうと思うんですけれども、まあ、間違えたほうがいいですよね、こういうのは。もうどんどん間違えて、どんどん間違えて、あ、これなんでもこういう勘違いしちゃったのかなというふうに、たくさん気づいたところ、気づくところが多ければ多いほど、上達がうまくなっていて、読み書きがうまくなっていくものなので、たくさん失敗をしましょうということです。で、さっきも言いましたけどね、これ1回、1枚だけ印刷して、1回で終わらせずに、もうね、1枚目終わったら、ああ、でも全然もう30箇所ぐらい、30箇所は間違えすぎたけども、30箇所ぐらい間違えちゃったよという場合は、もう2枚目までまた印刷して同じ問題を解いてみたり、3枚目も印刷して同じ問題を解いてみたり、もう100点満点を目指せるくらいまで、100点満点ができるくらいまで繰り返しやっていただけると、すごくうまくなると思います。これはマジです。そんな感じでしょうか。で、うまくできたら答え合わせの方を見てですね、チェックしていただければなと思います。で、1番の2小節目、3小節目に関しては、これでも OK ですという感じで、括弧が書いてあるんですけれども、これさっき言ってたその出版社とか、その財布している人によっては、こういう書き方もするなと思うので、まあ、2通り答えがあります。僕自身もそのいろんな学校を見てて、あ、こんな書き方してるんだ、この人はって思ったことが何回かあるんですけれども、どっちでもありだと思います。で、あと4番の1小節目ですね。これも2パターン答えがありますので、まあ、答え合わせのときに参考にしていただければなと思います。以上でございます。どうでしょうか。うまくできましたでしょうか。1本目の動画から毎回毎回ね、10分15分くらいの動画かな。結構話も長くて、僕もベラベラと喋ってしまったんですけれども、どうですかね。結構一通り終えてみて、そんな難しくねえなって思いません？あ、なんかこんだけのことかよと。全然、なんか仕組みとしてはシンプルやねえって感じですよね。覚えることそんな多くないですよね。なんか割と、あ、この組み合わせとこの組み合わせを覚えればいいのかと。あ、で、この書き換え吸い方を覚えればいいのかと。で、楽譜を書くことに関しては、この、ね、部屋数という概念だけ覚えればいいのかというふうに思ったかと思うんですよ。で、
今回はそのリズム記号、普通にこう全部スラッシュになっちゃってるんで、リズムだけ読めばいい楽譜なんですけれども、まあ、これが実際に、ね、その3とか5とか6とか12とか出てくるようなタブ譜になってくる、来たりとかすると、まあ、もうちょっとややこしくなってくるかなという感じですが、基本的な考え方は全く一緒です。これがまあ基本です。どうでしょうか？ついてこれましたでしょうか？で、まあ、次にもし上級編があるとするならば、その特殊の連符係数よね、その5連符、6連符、7連符、8連符とか、あとその3連符もそうですし、あと単位とか普点系のやつとか、まあ、ちょっと特殊なやつがいくつか残っているんですけれども、まあ、その辺は上級編があったならば、上級編の方で取り上げてみたいかなと思います。けど、結構今回の内容で大体のことが事足ります。その5連符とか3連符とかも、これどういうことだろうって、ね、真剣に考えれば、多分あこういうことだったのかって、ね、今回 その基本を応用させて実感することができると思いますし、ちょっとここまで頑張ってついてこれたからにはです、ね、今回学んだことを大事に覚えておいていただけると嬉しいなと思う次第でございます。それではちょっと上級編を作るのはいつになるかわかりませんけれども、もしそういう機会がありましたら、そちらの方でまたお会いいたしましょうということでございました。5日間お疲れ様でございます。わあ、長かったですね。とまあ、もしわからないこととかね、さらに知りたいこととかがありましたら、コメントの方とかにでも書いていただけると嬉しいなと思います。それでは、ここらで本当に終わりにさせていただこうかなと思います。長い間お疲れ様でした。わーって。それでは、またさよなら。